どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけで3時の更新がやってきまして、ガチャに S ランク1塁手が追加されましたね。そして対決カーニバルにドラ1ルーキーが登場ということで、今回はこちらのドラフトスカウト33年、そして対決カーニバルについても見ていければなと思います。はい、まずは対決カーニバルの方を見ていきましょう。いやー、なんといっても注目のルーキーたちの登場でございます。能力が気になるところですね。はい、能力見ていきましょう。報酬一覧でイベント限定選手、これで覚醒後で見ましょう。はい、これが S ランクの能力ですね。各選手では見ていきましょう。まずはソフトバンク、ドラ1ルーキー吉住選手でございます。はい、9位68の、9位型ですね。で、続いてライオンズ斉藤投手でございます。こちらも9位68の9位型となっています。球種結構多いですね。はい、で、続いて楽天近藤選手ですね。こちらはスタミナ B72 のスタミナ型になっております。はい、そしてオリックス田嶋投手ですね。はい、先日初勝利も挙げました。この田嶋投手、僕ジャイアンツファンなんですけど、ジャイアンツにはですね、ドラフト1位指名してほしかったなと思っている選手の一人でございます。はい、非常に素晴らしい左ピッチャーだと思います。球種も多い。今後ね、もっと能力の上がり幅を期待しましょう。でもドラ1ルーキーの中ではかなり能力高めにすでになっていますね。はい、そして来ました、日ハム清宮くんでございます。弾道が高弾道、そしてミートが65、パワーが B70 となっていますね。まあ、オープン戦ちょっと苦しんだというのもありますし、まあ、今後ね、もっと、ちゃんと1軍でですね、成績残した後に能力が上がってくるのかなと期待しております。で、ロッテ安田選手ですね。はい、パワー69、すごい。ということで安田選手がパワー69、そして清宮選手がパワー B70 という形になってますね。両方パワーヒッターとかは持っていない。はい、で、カープ中村翔成選手ですね。はい、こちらはパワー67、走力69となっております。肩 A84。 いや、ルーキーでこれは素晴らしいですね。はい、で、タイガース馬場投手ですね。はい、 QB70、 まあ、ルーキーでやっぱり B 超えていると結構すごいなという印象を受けます。で、DeNA 東投手ですね。はい、制球74の制球型になっております。ちなみに制球型でチーム組んでる人っているのかな。はい、で、続いてジャイアンツが桑原投手でございます。はい、9位68。まあ、ジャイアンツただいまね、ちょっと特に後ろのピッチャーがね、すごい充実してるので、まあ、なんとか先発で頑張ってもらいたいですね。はい、先発はまだまだね、入るね、枠あると思うんですよ、ジャイアンツにも。で、中日が鈴木選手ですね。9位73、素晴らしい。はい、適性も、結構あります。で、ラスト、ヤクルトが村上選手ですね。はい、走力68の走力型となっております。というわけで、まあ、気になるルーキーの能力はこんな感じでございました。まあ、本当にですね、今後の能力の上がり幅にね、期待していきたいなと思います。はい、では続いてね、 S ランク1塁手の方を見ていきましょう。ドラフトスカウトですね。今回は11連 ×3、 33連引いていきたいと思っています。まずソフトバンク内川選手でございます。昨シーズンと比べると能力上がってますね。ミートが A 超えたというところと、あとファースト適正が B になっているのも素晴らしいと思います。特殊能力も超広角打法、まあ、例えば、あと宮崎選手、大谷選手とかとコンボができます。素晴らしいです。はい、ファースト適正 B 本当にいいですね。はい、で、続いて西武山川選手ですね。はい、こちらも能力上がってます。パワー A84、ファースト適正は D ですが、こちらも超広角打法を持っていて、まあ、コンボ的にもいいかなと思います。弾道もパワーヒッターで、楽天が銀次選手ですね。はい、銀次選手はファーストでの登場です。ミート B78 で、まあ、称号では A 超えられるかなというところです。セカンド適正も C あります。チャンスも特殊能力いいですね。はい、で、オリックスがマレーロ選手でございます。パワー A82、 特殊能力が超パワーヒッターと。はい、で、日ハムが中田選手ですね。うわ、ついにミートが D 台になったかというところです。ただ、まあ、パワーは称号で A 超えが狙えます。今田レフトも適正 C あります。はい、で、ロッテがアジャ井上選手ですね。はい、井上選手、まあ、まだ開幕してね、3試合ではありますが、もう今年ね、シリーズ2での能力の上がり幅にかなり期待できるんじゃないでしょうか。はい、
で、広島がエルドレッド選手ですね。はい、ファーストでの登場です。ライトとレフトの適性も D あります。まあ、パワー A 超えているのでいいでしょう。で、阪神がロサリオ選手ですね。まあ、ロサリオ選手、これオープン戦の成績も加味してないと思うんですよね。多分昨シーズンの成績から算出してると思うので、まあまあ昨シーズンまだ日本にはいなかったというところで、これくらいの能力になっています。まあ、シリーズ2能力もっと上がるんじゃないかなと。個人的には予想していますね。オープン戦見てももう間違いなくシーズン通してある程度打ちそうだなという選手だと思います。特にミートがもっと上がりそうですね。はい、そして DeNA ロペス選手でございます。ミート79、パワー A82、 そしてファースト適性が B、 素晴らしい。さらには超がパワーヒッターになっております。ちょっと待ってよ、パワーヒッターずっと前からパワーヒッターか。このシリーズ1は確かパワーヒッターじゃなかったんですよね、特殊能力が。で、シリーズ2は何だったっけ、超が。オッケー、プルヒッターからパワーヒッターに変わってる。これは素晴らしいですね、ロペス選手。はい。特殊能力が超に変わっていて、かつ、適性もファースト適性が1個上がっています。さらにサード適性が C のまま、そろそろサード適性落ちるかなと思っていたんですが、ここも落ちていない。これは素晴らしいです。さらにはですね、星1称号、打撃職人かな。で、同値になります、ミートパワーが。素晴らしいです。ぜひ狙っていきましょう。ファースト適性 B はもう最高ですよね、内川選手と。はい。で、ジャイアンツが阿部選手です。まあ、シリーズ2では岡本選手にファーストになるでしょう。岡本選手、パワー A 超え。いや、ミートパワー A 超えでね、シリーズ2は出てきてほしい。はい。もう大覚醒しております。で、中日がビシエド選手ですね。パワー B78。まあ、称号では A 超えれるかなというところです。で、ラスト、ヤクルトが畠山選手です。はい、畠。このような能力になっています。というわけで、いやもう今回はロペスですね。はい、もう素晴らしすぎます。超パワーヒッター、ミートパワーの同値が狙いやすい、ファースト適性 B、その他守備能力も最高、サードも守れる。これもう文句のつけようがないです。素晴らしい選手です。ぜひ、ロペス選手を狙っていきましょう。まあ、ただ唯一あれなのは、今僕、ベストナインタイトルホルダーのロペス選手を同値で使ってるんですよね。なんでそこがちょっと怖いですね。一回崩さないといけないんで、まあ、すぐ、またね、同値になってくれればいいんですけど、ちょっとそこだけ怖いです。というわけで、ありがとう GM コイン。あ、そういえば余談にはなりますが、この優勝プラスおまけ無償っていうのはどういう意味なのかなってずっと思ってたんですけど、なんか法律的なあれらしいですね。あんまりなんで僕らには関係ないかなというところです。はい、行きましょう。いやもう意味ないけどね。じゃあその法律も言わせてもらうなら。言わせてもらうならその法律さえもう意味ないけど、何のために請求されたんだっていう。これだ、これがあれだ、大富豪だ。Sランク確定だ、これ。スランク確定演出です、これ。まあ、画面も割れましたしね。はい。さあ、おお、石山選手ですね。ただ、石山選手ですね。お、もう一枚来るか、来ないか。結構いいんですよ。ヤクルト枠で石山選手、今後結構ありかなと思っています。というのがですね、確か、9位が B79 じゃなかったかな。ってなると、ま、称号で簡単に A 超えが狙えるので、まあ、A ランクとかさえ持っていれば結構ありな選手かなと思っています。はい。球種の数は1、2、3、4。5個か。6個持っといてくれるとね、助かるっちゃ助かるんですけど、まあまあヤクルト枠で悪くないかなというところです。ちなみに僕の石山選手事情はどうなっているかと言いますと、ヤクルト。SA にして。全然持っていない。まあ、1人。これちょっと辛い。行きましょう。さあ、今のが第3位ですね。はい。高校をね、行きましょう。ちなみに、自チーム確定になって、宮崎選手が出てくれても DeNA だと結構嬉しいです。さあ、ロペス行きたい。ロペス、ゴーゴーゴー。頼りになるぜ、エルちゃんも。きらめく海のように。ビーバロペス。ロペス。まあまあ、あ、角中選手いいですね。というのも、ロッテでミートが B79 なので、まあ称号を将来的につけてミート A 超えロッテ枠というところでいいと思います。はい、ラストいきましょう。ドラフトスカウトを11連だけ引くなんていうのは一番面白くない動画なんでね、個人的に。33連引いて1位を狙いに行く。行きましょう。
まあ、かといって400連引く動画も面白くないですよね。全部枠使い切るっていう、それはそれで出るのが決まっちゃってるっていう。でもこれでもしもともとロペス選手が同値だったらやるかもしれないですね。400連そこまでではないんで、はい、まあ今後引き続きですね、ゆっくり狙っていきたいなと、まあ言ったところでございます。はい、 OK。 まあでもドラフトスカウトが来るのがまあちょっと納得できるぐらい豪華なメンツにはなっているかなと思います。まあみんな基本的に称号を使えば何かしら能力へ超えられるような選手たちばかりなので、うん、まあまあまあ悪くないかなという感じですね。特にロペス選手と内川選手の守備適性が B になったのが個人的に嬉しいです。結構守備適性注目しているタイプの人なんで、まあまあ今後もね、この二人はもうすでに極み、そして特殊能力マックスの状態で過去シリーズ持っておりますので、狙っていきたいなと思っております。ちなみにスランク先発はどの枠が追加されたんだろう。ほうほうほう、なるほどね。まあ藤波選手であったりというところが追加、あ、山岡選手追加されてますね。早めの追加ありがたいです。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、プロスピエスリアルタイム対戦も始まってですね、また面白くなってきたと思います。育成ね、頑張ってこれからもやっていきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。